ってくる。2番の近藤も前に踏んでいく。バックストレッチ。7番の中井が前に出ました。2番の近藤は中段4番手キープを狙う。内を救ってくる9番の高谷ですが、ここは5番手の内側。4コーナーからホームストレッチ。まもなく残りが1周。7番の中井の先行です。2番手は3番の斉藤。3番手には6番の北村。4番手2番の近藤がキープして、この後ろに9番高谷が入る形になった。バックストレッチ。7番中井が逃げていく。2番手3番の斉藤、後ろを見ている。3番手6番の北村。4番手からまくっていく2番の近藤。3番手から2番手に接近する。これを止めにかかる3番斉藤。4コーナーから直線。3番斉藤抜け出すが、外から2番の近藤だ。3番斉藤2番近藤並んだ。ゴール。